生きていく、私は、宇野千代の自伝的小説である。毎日新聞、日曜、クラブにおいて1982年2月14日から同年10月31日まで連載、単行本は、翌1983年に毎日新聞社より、刊行されて、ヒット作となり、後中高文庫、角川文庫それぞれから発刊された。 1984年と1991年にはテレビドラマ化された。物語の舞台は千代が生まれ育った山口県岩国市の小学校で代表教員として着任するところから始まり、主に大正時代から昭和時代にかけて千代の多くの恋愛、結婚の経験を経るなどした自由奔放かつ波乱の人生を描いた。 1984年4月4日から同年6月27日まで TBS 系列毎週水曜日の22時22時54分枠で毎日放送制作の連続テレビドラマとして放送された全13回。同作は第2回 ATP 賞最優秀賞受賞作品に選ばれた。第1回では作者の宇野千代自身が冒頭のシーンに出演し、 同作の紹介をドキュメンタリー風にして進行した後でドラマ本編に入った。また最終回でも宇野千代がゲスト出演した。キャストスタッフ1991年1月7日から同年2月19日までフジテレビ妻たちの劇場は国で放送された。全30回。キャストスタッフ1984年4月4日付。 毎日新聞テレビ欄の同作の紹介記事より、1984年6月27日付、毎日新聞テレビ欄の本作の紹介記事より、ありがとうございます。